サムさんの体をヒーリングしていただきたいんですけれども、細胞の一つ一つ、特に子宮を子供が正常に産めるようにヒーリングしてもらいたいんですけれども、お願いできますか？はい、できます。はい、そうしたら、額からの光で細胞の一つ一つがどん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 若返っていきます。そして、体全体の調和が取れ、すべての内臓が協調して、コミュニケーションがうまくいって、バランスよく、血液の循環、リンパ液、すべて調整が取れています。そのようにヒーリングをお願いします。終わったら、はいと言ってください。はい。はい。ひよみさんの子供になる魂はもういますか？準備できてますか？はい。うん、その魂とちょっと話してもいいですか？はい。いい子供になるの？それとも、ひよみさんに何か試練が来るような子供になるの？いい子になるみたい。いい子になるみたい。この子は男の子で生まれたがってる？女の子で生まれたがってる？女の子みたい。女の子？ひよみさんとはどんな魂の経歴になりました？前に会ってるよね。会ってはおじいちゃん、うん、亡くなる前のおじいちゃん、前の自分の二人の子供の末っ子みたい。女の子だった子ね、うん、じゃあこの時に奥さんにはあまり幸せにできなかったけど、今度生まれたらその分取り返すよね。大事にするよね、うん、世界一幸せな子供にできるよね、きよみさんは、うんうん、はい、ではそのスピリットの世界で赤ちゃんが来てくれるように、その子の魂に来てくださいってお願いしてみて。準備できてるよって言ってくれてる？できてる、できてる、うん、待ってるって？待ってる、待ってる、うん、じゃあもうあと体調だけだね。それとも何かのタイミング待ってるかな？星座のタイミングとか。ああ、もう今なんだね。ん？もう今なんだね。もう今何？今、うん、タイミングなんだ。もう今タイミングって言ってる？うん、うん、じゃあその子に反応して早く会おうねって言ってください。はいはい。それでは今あなたはまだ光の世界、スピリットの世界、死後の世界にいます。そしてあなたが20世紀に清美として生まれてきたことを決めたところに行きます。いいですか？清美として私は地球に生まれるって決めたその瞬間に行きます。そこにいます。それでは未来の自分に行きます。5年後かもしれません。かもしれません。10年後かもしれません。いつでもいいです。自分の夢が叶ったところに行きます。いいですか？はい、そこにいます。何してますか？あ、ビルの上にいる。ビルの上にいる。はい、バルコニーにいる。バルコニー、それってオフィス、それとも自分の家？自宅兼オフィス。自宅兼オフィス。赤ちゃんいる？大きく育ってる？見てみて。あ、大事だよ。2歳、うん、まだベッドに寝てる。ベッドに寝てる？うん。じゃあまだちっちゃいね。何歳ぐらい？赤ちゃん。赤ちゃん。お昼
ヶ月ぐらい。12ヶ月って1年だね。名前は何て言うの？分かんなかったらいいよ、印象だけでも。あ、なんか多分 B だか F だか、そんな B か L？ F だかリリーかなんか、そんな感じみたい。自分は今どんな感じですか？あ、なんか幸せみたい。幸せ？自分の夢は叶ってる？叶ってるみたい。笑ってるわ。そしたらその自分の夢が叶ったその感覚を五感で味わってください。赤ちゃんの笑顔、視覚で、そしてビルの上にあるバルコニーにいる時の風の感触を肌で、胸が大きくて赤ちゃんに、赤ちゃんのミルクが溜まった感触、幸せで嬉しい 感じ、すべて五感で感じてください。夢が叶った。